はい、こんにちは、たくまんです。コズミックサマークエスト1日目、こちらを完全攻略していきます。はい、そしたらね、このコズミックサマークエストは、この下の方にあるレアのクエスト、これを2個クリアしたらこのロード画面、6個クリアしたらこのラップかな、そういうのをね、もらえるようになっています。初日はね、まだレアのクエストが4つしか出てないですので、これをクリアしていきましょう。すごいね、今日1日でだから1、2、3、4、5個もアイテムが無料でもらえますので、皆さん頑張っていきましょう。はい、そしたらね、どのレアのクエストもこんな風に、ビオのゾーンウォーズトリオでっていうことで、ダメージを与えたり、ヘッドショットで撃破したり、体力やシールドを回復したり、チームメイトの撃破をアシストとなっていますので、ここのね、モード選択画面から、これです。ビオズゾーンウォーズ。これがビオっていう人が作成したね、ゾーンウォーズのゲームモードみたいです。これをやってください。トリオモードですけど、フレンドがいない方は埋めないでやっても、ちゃんと仲間が来ますので大丈夫です。はい、そしたらね、ゲームが始まったら、1、2、3、4、5ってね、5チームのうち、どのチームに入るかね、自分で決めれるんで、どこか好きなところに適当に入ってください。みんなショットガン持った？あ、いや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 、取っていいです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 。これ全部自分が、ショットガン2つとか3つ取っちゃうと、味方が強い武器取れなくなるからね。オッケー、これで、最初のクエスト何だったっけ？プレイヤーにダメージを与える1000ダメージか。あ、1000ダメージ与えるのは結構簡単にいけそうっすね。やべーじゃ、グレネードでいきなりやられちゃった。これ、グレネード結構強いな。マジごめん、味方ごめん。オッケー、そしたらちょっとショットガンは欲しいな。ペッパー。ちょ、サブマシンガンも1個もらっていいかな。いや、俺は、いきなりスナイパーでやっていくぜ。よしよしよし、やっけー、1人やった1人やった。あ、ほんとこれ1000ダメージだったら結構簡単にいきそうっすね。よし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 。あ、回復がない、回復がない。にゃー、やっほー。あ、このめっちゃ強い人の仲間だろ。この強い人についていくぞ。チーム決めですぐ決まる。おい、俺お前と一緒のチームなりてんだ。待ってくれ待ってくれ。うわー、取られた。これみんな俺と同じこと考えてんな。ちょっともうガンガン前でよ。俺味方が詰めやすいようにしておくと。あ、一番目強い。よっしゃよっしゃ、一番目強いな。ナイスーナイス味方。これ分かった。このゲームの勝ち方分かったわ。結果画面で一番キル取ってる人についていく。なんでみんな俺のわけだ。あ、待て待て、よっしゃ、俺がさっきキル取りまくったからか。おらおらおら、こっちだ。みんな俺についてくる。みんな俺についてくるやん。めっちゃおもろい。これほんとね、早めに前に出た方が強そうだな。やってみた感じ。そして上を取る。ドゥーンドゥーンドゥーン。とにかくハイグラを取ろう。資材をガンガン使ってハイグラを取って、よっしゃよしゃよしゃ、敵倒して、あーあー。全員俺とか集まってんじゃねえか。いやい。勇猛果敢に一人攻めてきたぞ。いた、やばい。よしよし、オッケー。ダメージ食らって、わざとダメージ食らって、まあわざとじゃないんだけど、ダメージ食らって回復を使っていくと。オッケー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 。回復もねしていかないとね、クリアできないから。よっしゃー、3連勝でーす。パイーン。さあどこに入ろうかな。はい、だいたいこれ系のクリエイティブってラウンドが進むにつれ人が減っていくんだよな。ほら、何人、4人ぐらいしかいないもん。トラップもあるじゃん。面白い。結構いろんな武器がある。結構懐かしの武器もあるね。いてて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 。オッケーオッケー、これでスラップを使える。ありがとな、ありがとな。回復ミッションがめちゃ積んだよ、おかげさまで。
ヘッドショットのクエストだけは結構意識してやらないとクリア難しそうですね。ヘッショ意識、ヘッショ意識、ヘッショ意識。OK、今回のね、クエストで一番難しいのは、ヘッドショットでの撃破だと思うんですけど、このショットガンね、弾が10発ぐらいいっぺんに出ると思うんですけど、そのうちね、1発でも頭に当たればヘッドショット判定になるみたいですので、できるだけね、敵に近づいてショットガンでね、頭を狙うようにしたら、まあまあ簡単にクリアできるんじゃないかなと思います。こんな感じ。うわ、 OK。それかね、ゲームが始まった直後に頭を出してきたね、敵に対してスナイパーライフルでね、頭を抜くっていうやり方もなかなかいいとは思うんですけど、ただね、ゲームが始まってすぐね、敵の頭を抜いてもショックウェーブグレネードとかでね、すぐに敵に寄らないと蘇生されちゃうんで、それはね、一応注意しておいてください。やばい。 OK、 これでこのクエストクリアかな。 OKOKOK、 10回来ましたね。よっしゃー。はい、ということでね、今回一番難しかったヘッドショットでの撃破の報酬が一番なんかあんまり、まあ、そんなに使うことがなさそうなバナーアイコンを獲得でーす。はい、ということで今回の報酬をまとめると、このブレインフリーズっていうね、アイスキャンディーと、はい、次がこのファイヤークラッカーフリーフォール、コントレールですね。この爆竹がパチパチ鳴ってるコントレールと、このね、ビリーバービーチのロード画面とか、たくさんのね、無料報酬をもらえます。なかなかね、戦うのが苦手な方はクリアするの結構大変だと思うんですけど、一つクリアするごとに必ず一つの無料報酬と、2個、6個、12個とね、クリアするごとにさらに、こういうね、ラップとか、これエモートなのかな？なかなかね、面白そうなエモートとかをタダでもらえるようになるみたいです。もちろんね、3日後、6日後、そして9日後とね、クエストが出てくるたびにね、またチャレンジ攻略動画出していきますので、よかったらね、チャンネル登録して待っててください。そしてね、今回のコズミックサマーで一番気になってるのが、このね、無料でもらえるこういうアイテムはもちろんのこと、これですよ、これ。あの、マイダス、ジュールズ、そしてね、ブルータスがスキンとして発売されるみたいです。このね、3人のスキンは、こっちのビーチをテーマとした報酬のところの写真じゃなくて、新規と再登場のコスチュームって書いてあるので、こっちのスキンに関してはね、さすがに無料で配るようなことはないのかなとは思います。まあ、一応期待はしておきますけど、有料でもね、マイダスめちゃくちゃ好きなんで、もちろん買うし、このジュールズ、今までのね、ツンツンしたようなジュールズじゃなくて、結構可愛い感じのスキンになってるんで、もう、マイダス、ジュールズ、ブルータスだけはね、絶対に買おうと思っています。はい、またね、今日中にっていうか、これ明日になっちゃうのかな、6月ね、23日の間にバージョン 17.10 のマップ変化動画を投稿しますので、よかったらそっちの動画も見てください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。